ような動画では、2024年6月より BS で放送予定の韓国ドラマ7作品を紹介してみたいと思います。悪徳詐欺師を騙し、被害者の金を回収する善良な詐欺師ウクは、2年前、ドーン村で出会ったパンソク、ホワイトハッカーのジョマーと共に、臓器売買詐欺の被害者を救っていた。ある日ウクとパンソクは立ち寄ったカフェで、振り込め詐欺に遭いそうになっている女性を見かけ、助けようとするが、そこで何やら不思議な雰囲気の青年を見かける。一方、真珠の警視が勤務する失踪課に、ある少女が失踪した母親を探してほしいと尋ねてくるが、再び霊が見えるようになった二人の男が、霊魂の村に住む成仏できない死者のため、事件解決に奔走するミステリーファンタジードラマの続編。コス・ホージュヌの豪華共演に、最高のブロマンスを見せ話題となった、ミッシング、彼らがいたの待望のシーズン2。シーズン1から引き続き、コス・ホージュヌが主演を務めるほか、凄腕ホワイトハッカー役のアンソヒ、刑事役のハンジュンも出演。そして新たに、イージョーウン、キムドンフィが加わり、作品を盛り上げています。事件の背景にある人間模様や、切なくも温かいストーリーも見どころの、ミッシング2、彼らがいたは、BS12 にて、6月1日13時より放送予定です。西暦1351年、高麗時代。新しく即位した若き王、コンミンワンの一行は、J4 率いるこの得体に護衛され、元から帰国するが、途中、王妃が負傷してしまう。J4 は王妃の命を救うため、真意を求め、天の穴に入り込むが、4がたどり着いたのは、2012年のソウルだった。そこで、ひょんなことから出会った、整形外科医のユウンスを、真意と勘違いした4は、必ず返すという約束のもと、彼女を連れて、五郎へと戻るのだが、時空を超えて出会った二人の、国をも動かす、波乱の運命と愛を描いた、ファンタジーロマンス刺激。本作で、初の時代劇に挑んだイーミンホが、古陵時代に実在した名称で、主人公チェヨンを熱演。現代から古陵時代へとタイムスリップした医師、ユウンス役を、キムヒソンが務めているほか、ユオソン、リュウドッカン、イーフィリップ、ソンフンなど、魅力的な俳優陣が脇を固めています。シーンは、BS 松竹東急にて6月2日23時30分より放送予定です。コグルの姫として生まれたピョンヤンは、女性初のコグルの帝王になる夢を抱き、霊の修練に励んでいた。しかし、実権を握る王の重臣コウウォンピョは、王の嫉妬心を煽り、ピョンヤンの母であるヨン王妃の命を奪い、ピョンヤンは消息不明となる。8年後、行方不明となったピョンヤンは、記憶を失い、視覚過人として生きてきた。ある日、巡行の旅に出た先で、五部族の一つであるスンノブの村で、純朴で武術とは無縁の、心優しいオンダルと出会い、ピョンヤンの心に新しい感情が芽生え始める。三国志記に記録された、コグルの説話を元にした本格刺激で、誰もが知っているようで、誰も知らなかった王女ピョンヤンと、純朴な青年オンダルの壮大なラブストーリーが魅力の作品です。子役時代を経て、主演女優としてキャリアを積んできた演技派キム・ソヒョンが、主演の王女ピョンヤンを、本作が初主演作となる、オンダル役をナーイヌが務めているほか、イージュフン、ジェイユファ、カンハヌルなどが出演。CG を駆使した美しい映像美や、見目麗しい装飾品に衣装やセット、緻密に組み立てられた息を呑むストーリーは必見です。王女ピョンヤン、月が浮かぶ川は、BS 日テレにて6月6日13時より放送予定です。短命の家系のため、周囲から常に結婚と後継ぎをせかされている、チャイン科学の御曹司イゴヌは、長年付き合った彼女にプロポーズの準備をしていた。一方、頼まれると嫌とは言えない内向的な性格の派遣社員、キムミヨンは、上司や同僚から仕事以外のお使いを毎日押し付けられていた。そんなある日ゴヌは、彼女にプロポーズをするため指輪を買いに出かけたが、思わぬハプニングにより、全く別の人生を送ってきたミヨンと、運命的な出会いを果たす。台湾の大ヒットドラマ、ハートに命中 100% が原作の本作で主演を務めるのは、明朗少女性後期以降、12年ぶりの共演となった、チャンヒョクとチャンナラ。ブランクを感じさせない、息ぴったりの演技が話題に。そして、チェイジュニョクやアンジュウォン、パクウォンスク、
ゼウシクなど人気俳優たちが脇を固め、劇を盛り上げています。見たら必ず優しい気持ちになれる癒し系ラブコメディ、運命のように君を愛してるは、BS ジャパネクストにて6月11日11時より放送予定です。幼い頃に囲碁の神童と期待され、プロ棋士としての将来を嘱望されていたチャングレは、父親の死などをきっかけにその夢は絶たれ、アルバイトなどで生活していた。ある時、母親のつてで大手総合商社のインターンとして働くことになったグレは、オーサンシク課長率いる営業参加に配属される。社会経験も少なく学歴もないグレは、慣れない職場環境に四苦八苦、周りからはコネ入社というレッテルが貼られ、邪魔者扱いされる始末。そんなある日、王課長から強みを問われたグレは、努力なら誰にも負けないと答えるが、珠玉の名セリフも話題となった本作は、韓国でサラリーマンのバイブルと称された同名ウェブ漫画が原作。非正規社員、出世競争、社内派閥、パワハラ、セクハラ、社内不正などサラリーマンの現実をリアルに描き、社会現象を巻き起こしました。主演のイムシワンはじめ、カンソラ、ガンハヌル、ピョンヨハン、イーソンミン、キムデミョン、テイノ、シムウンジョン、キムミンソク、イーキョンヨンなど実力派俳優陣が顔を揃えています。2000は BS ジャパネクストにて6月11日17時より放送予定です。先民の娘として生まれたトイは、権力争いの陰謀により父と兄を殺され、幼くして過酷な境遇に追い込まれてしまう。成長したトイは、父と兄の無罪を証明するために宮廷でジャラゴンの伸びとして働き始める。やがて朝鮮王朝第19代ウースクチョン、そしてジャンオクチョンと運命的な出会いを果たして、トイは宮廷内の熾烈な権力争いに巻き込まれていく。朝鮮王朝19代王スクチョンの側室で、後の21代王ヨンジュの母となった実在の女性の波乱万丈の生涯を描いた歴史エンターテインメントで、けなげで芯の強い主人公トイを韓国の国民的女優ハンヒョジュが魅力たっぷりに演じています。そしてトイを愛した19代王スクチョンをジージに、トイと敵対するようになるシャンオクチョンをイーソヨンが演じているほか、ペイスビン、パクハソン、オーヨンソ、イーガンス、そしてトイの幼少時代を演じたキムユジョンなど、確かな演技力で存在感を残す個性派俳優たちが脇を固めています。韓国で2010年に初めて放送されて以来、長い間韓ドラファンに愛され続けている人気ドラマです。トイは BS 日テレにて6月12日17時より放送予定です。勤続12年のベテラン記者ハン・ジュンヒョクは、正義と真実を追う記者を夢見て新聞社毎日韓国に入社したが、ある事件をきっかけにかつての情熱を失い、毎日韓国の流刑地と言われるデジタルニュース部で今や妥協で記者を続けていた。そんな中、座右の銘はご飯はペンよりも強しというインターン記者イージスがジュンヒョクの元に配属される。ジスはジュンヒョクのやる気のない姿に苛立ちを覚え、二人は何かと衝突する。ある日、消えていった情熱が蘇る事件をきっかけに、ジュンヒョクは再び記者としての情熱を取り戻していく。ベテラン記者ハン・ジュンヒョクを演じるのは、本作で8年ぶりにテレビドラマ復帰を果たした演技派俳優ファン・ジョンミン。情熱的なインターン記者イージスを少女時代のユナが演じています。元記者が書いた小説をもとにドラマ化された作品だけあって、新聞社の内情などがリアルに描かれており、それを表現するファン・ジョンミン、ユソン、キム・ボネ、パクホさん、ソン・ビョンホ、キョン・スジンなど個性派俳優たちの演技合戦は見応え十分、テンポも良く一気に引き込まれる作品となっています。ハッシュ沈黙注意報は BS 富士にて6月26日8時55分より放送予定です。